はい、どうもテッシーでございます。まだレベル上げをしております。はい、今回もレベル上げ動画となります。こっちじゃねえっすね。なんかね、話のネタとかね、このテーマについてどう思ってるかとかね、そういった話題のね、ものがあれば、話してほしいとかあれば、コメント欄とかね、残していただければ、なんとかちょっと発掘してやりたいと思います。で、前回の動画で、まあ、レベル経験値上げていって、そこそこ、稼いだんで、残りの古式がですね、9000。9000ちょっとぐらいだったんですね。9000ちょっとぐらいだったら、まあ、まあ大体、大体っていうか、そろそろいけるだろうという感じなんで、そろそろいけるっていうか、この動画でレベル上がるんじゃねえかっていうね。テッシーはこれで上がるはずですね。はい。OK。これで HP が上がってっていうね。ラーミアが見てる前でレベル上げ興奮するぜ。よくわかんないですね。ちょっと違うね。なんでもなかったっす。すいません。ちょっとこうなってくるとフロストギズも5体出てきてほしいんですよ。多分朝比奈ももう大丈夫だと思うんですよね。耐えてしまえばこのイカズチとサバキでフロストギズもね、こんな効かなかったんだミニデーモンは。でいけそうな気がするんで、まあ、バラモスね、あんな強かったっけ。正直なところ、そんなだったかみたいな強さなんですけど、もっとレベル上げていったのかな。昔の私のね、ゲームのプレイスタイルは結構余裕を持った状態まで上げていっちゃうタイプなだったんですよ。一回ドラクエ4で裏切りの洞窟っていうのがあるんですね。そこで全滅、仲間と離れて勇者が一人になってしまう、主人公ですね、主人公勇者が一人になってしまう場面があって、そこですげえ孤独死殺されたんですよ。そこからですね、すげえレベル上げるようになったんですね。多分3もね、一回多分プレイしてたんですけど、多分ちっちゃい時クリアしてなかったんでしょうね。3はね、4の後か同時期にやったはずなんですよ。ちょっとそこら辺記憶にないんですけど、それですげえレベル上げてた可能性もありますね。それでバラモスこんな強いっ
ていうイメージがなくて、実際かなりのもんですよね、バラモス。どないしてくれようみたいなぐらいの。やっぱ灼熱炎っすよね。フバーハー覚えたいっすね。次回のレベルでなんとか覚えてほしい願望はあります。はい、ベホマスライマー稲妻の剣で死ぬんか。ほうほう。こうやってね、レベル上げもね、単なるレベル上げっていうか、モンスターのね、HP とか大体に分かってくるんですよね。まあ、ここ本当はラストダンジョンでレベル上げたかったんですけど、ラストダンジョンじゃねえか、実質。バラモスのとこでレベル上げたかったんですけど、なかなかそれが厳しいんで、ここで今上げてるんですけど、適正レベルどんぐらいなのかな。上手い人だともっと低いレベルで倒しちゃってる人とかいると思うんですよね。おい、ちょっと今眠くなってたんで目覚めたぜ。痛恨。おい、いいね、すごくなくっちゃみたいな、リクームみたいな感じですよね。ドラゴンボールのリクーム、ベジータにめっちゃダメージ食らってもタフさが、リクームのタフさがね、上回ってね、ほんと戦闘狂ってああいうことを言うんでしょうね。まあ実際強いとね、自分がどこまでいけるのかとかね、試したくなりますよね、それは。うん、なんとなくですけど、勝負にこだわるのも大事、もちろん大事ですけど、それ以上にその戦闘を楽しんでさらに勝ちたいと、そういう感じ。ドラゴンボールで初めて悟空、天下一武道会、悟空と天津飯が戦った時に、天津飯の師匠だった鶴仙人がせこいことして、チャオズ別の弟子に悟空の動きを止めろって言われて、チャオズが悟空の動きを止めるなんか魔法をかけててかけたんですけど、天津飯をやめるんだみたいな、めっちゃね、めっちゃキレて、やめろ、やめるんだって言ってやめさせたっていう場面があるんですよね。で、なんでそれをやったかっていうと、こいつとは本当に、この悟空とは全力で戦いたいと、その上で勝ちたいってね、師匠に歯向かったんですよね。そんな感じですよね。まあ天津飯が一番輝いていた時ですよね。でもその気持ちは分かるんですよね。初期のね、ドラゴンボールとかそういうとこ結構やってたんで面白いんですけど、まあ今ドラゴンボール見てないんですけどね、実際。やっぱり初期の頃の作品ってやっぱみんな面白いっていうか、やっぱり一回終わったところが、やっぱりその潮時っていうあれじゃないですけど、終わったところ、一回話が終わったところがちょうどいいんですよね。ちょうどよくて、その中でも初期の頃が一番楽しいっていうね。あ、
んままとまってないですね、話申し訳ないですね。フロストギズモさんいいね。本当はねこればっか出てほしいんですよね。そしたらもう分かりやすい。テッシー頼むぜ。よし、綺麗な勝ちパターン。はい、と、お、朝比奈上がって、朝比奈が確か6000ぐらいでしたよね。ですのでもう公式も残り3000ちょっとぐらいですね。シャナクは前から覚えてるやつ。ヨナズンか、もしかしてヒャダイン。え、ヒャダイン、ん、ヒャダイン、マヒャドの方が上っすよね。あれちょっと分かんなくなってきたぞ。どういうこっちゃ。シャドウが1体に30ぐらいのダメージで、ヒャダルコがなんかグループに35とか40とかで、ヒャダインが70グループに、マヒャドがグループに100って、そんな感じで覚えてたんですけど、違うんかいな。なんか昔の見た攻略本にそう書いてあった気がするんですけど、ヒャダイン今頃覚える。おお、26、やばいね戦士。戦士の HP だけ見ればこれこそ戦闘強ですね。やば、300、まあいいんですけど、上がって全然。26ってそんなって感じっすよね。そこまで行くかみたいなぐらいの。腰キ早く、あー、これで来たかな、これで上がったかもしれないですね。ちょっと待て、ちょっと怪しい。 OK、 朝日中腰キ頼む。よし、全員当たってくれ。うわうわうわ、まあ、おーし、ナイス。素早さも上がってきたんですかね、なんとなく。よし、これでぜひ覚えてほしい。11、お、何か覚えました。いいっすね、きた、左下ザラキの上、フバーハです。フーバーハ覚えました。よし、いや、お待たせしました。世界中あるし、よしよしよし、薬草を買っといてやろう。いやー、本当に皆さんありがとうございます。一回ね、動画レベル上げして、今回ようやくこれでバラモスを倒せるんではなかろうかというところに来ました。戦士の HP と古式の
なんで戦士スケさんって呼ばない、戦士スケさんの HP と僧侶古式のベホマとフバーハ、これがでかいですね。魔法の鎧になってるのか。よし行くべ。レベル上げ動画って最初言ってましたっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、バダムス言ってますぜ。まあ動画の概要欄に書いておけば問題ないっすかね。はい、書いておきます。概要欄とかね、再生リスト、一応1から見れる再生リストっていうのがあるんでね、次の動画とかアップされてても、よくっていうか関連表示ありますよね。関連表示右側、関連表示、関連動画。そこの関連動画っていうところに上がらない？次の動画とか前の動画が上がってないこともあるんで、再生リストですね、これうまくね活用していただければと思います。あとはねやっぱりチャンネル登録ですね、していただくとより分かりやすいかなと思いますんでお願いします。右のチャンネル登録よろしくねって書いてある下の方にですね、トランプのマークがあると思うんですけれども、そこをチャンネル登録ってポチッと押せばできるんでね、お願いします。関連動画どうやって表示、次のやつあると楽なんですよね、表示されると。どうやって表示、まあタグとかいろんなのがあると思うんですけど、どういう基準でなってるか、まあ多分ねゲーム実況なんで、ゲーム実況関係、ゲーム関係のやつが多いとは思うんですけど、どういうそのくくりというかそういうのがよくわかんないですよね。動く石像、これ毎ターンなんか HP 上がるのかな、もしかして。ちょっとね不明っていうか不透明ですね、よくわかんないですねこれ。レベル上がったって言ってもそんな劇的に攻撃力が上がったわけじゃないのに、スケさんとテッシーの攻撃2撃1回ずつの攻撃で一番今左倒せましたよね。多分前回3回ぐらい前の動画では4回ぐらい当てても倒せなかった動く石像いましたよね。あれがちょっとよくわかんないですね。よしよし、順調順調。多分夜、フィールドは夜の方が、うわ出た、フィールドは夜の方がエンカウント高いと思うんですよね。城の中はどうなのかな、どうしよう。俺バイキルトやっとけんのかな。そっか、ベホマラとか覚えてないのか。バハやってみる。 HPMP いくら使うのかってのも大事だもんね。炎が来る前にやらないと意味ないんですけどね。で呪文を封じ込められるっていうオチですね。ああでも6か、まあまあっすね。
マホトーンやられなければ大丈夫、あ、じゃあラリホー、ラリホーやられなければ問題ないと。1650めっちゃもらえた。よしよし、バラモス戦ではね、1ターン目に入れれば2ターン目の灼熱が結構抑えられるはずなんで、だから1ターン目はどうするんだろう。スケさんとテッシーは防御、朝比奈はスクルト、コシキはフバハか。よーし、来たで。ここでザラキとかやられたくないですからね。こんな感じかな。おお、いいね。よしよしよし、素早さも上がってる、もしかして。ほら、死なないっておかしいっすよね。おお、まあ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 。エンカウントよ。おお、いい感じ。バドムス戦に向けて流れがいい感じになってますね。これは何かの振りなんでしょうか。で、もちろん回復ですね。325、で、これで完璧ですね。はい、お待たせしました。30分は超えると思いますが、倒します。本当ね、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございます。これはいけるはず。イオナズンと攻撃ですよね、多分。これはスクルトでいいと思うんですよね。で、フバハ、よし、ナイス、これでいけるはず。トゥルーン、よし、待ってろよお前、ほんとね。テッシー、ここではベホイミを使って、クルトで、もう回復に回っとこう、本当に。オッケー、弱い弱い、弱くないけど朝比奈がちょっとやばいか。よしよし、これスケさんを回復しなくていいっていうのがなかなかいいですね。ブルとして、ちょっと朝日奈も回復しとかないとやばいっすからね。ちょっとマジかよ、これダメっすね。どう、バシルラどうすんこれ。
うわこれダメっすダメっす。これも動画の概要欄に書いておきますんで、バシルーラーコシケがね飛ばされちゃった時点で負け確ですね。どうすりゃいいんだろう。あ、そっか、分かった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 、そうや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 、なんだ、魔法トーンやってフワハやればいいんじゃん。なんでそんな簡単なことに気づかなかったんだ。ああ楽勝楽勝。いやーちょっと気づくのが遅かったですね。いやもう次勝ちますわ、もう次は勝てる。そうですよね、そうすればもういけますもんね。あーよかった。スケさんは呼んでないっすよね、スケさんは死んでるんでね。いやその作戦なんで思いつかなかったんだろう。フバーハ覚えたんだから魔法トーン聞けばそれでもういいわけですよね。いや申し訳ねえっす。次こそねもう本番っていうか次こそはもう倒せますんでご安心ください。ちょうど30分ですね、30分経ってないですけど、バラモス前から行きますか。そしたらバラモス前まで行きます。また前みたいな感じになっちゃいますけど、今度はもう大丈夫。まあ前にもねバラモスの前から行きますみたいなね感じのやつあったんですけれども、今回は本当に大丈夫。マホトーンとフバーハこれで行きましょう。心のどこかでエビルマージ4体がまだ怖い、正直。よし、何回夜に訪れてんねんっていうね。ハグメタさん、ハグメタさん、おう、一発で逃げた。でも動く石像をトロルよりやっぱ強いっすね、攻撃力は多分。負けじとね動く石像を攻撃してきましたね。トロルの方が強いんじゃねえとか言われてるらしいぜっていうのはね、噂広まったんですかね。そういえば魔法の鎧にしてなかったっすよね、テッシー。そこもミスありましたね。いやー本当にねお待たせしすぎたんですけれども、次回のバラモスはね本当に倒します。なんかね特別なことが起こらない限り
原則倒します。その特別なことというのが、マホトーン3回ぐらい聞かないとか、その3回聞かない間にバシルーラで古式飛ばされるとか、いや、なんか何をもって特別かって言われるとあれなんですけど、古式が生きの、あのバシルーラとかされずにフバーハとマホトーン入って、フバーハとマホトーン入って全員生きてればこれ勝てます、絶対。絶対とかあんま言わないですけど、フバーハと、もう一回言います、フバーハとマホトーン入って全員生きてれば勝てます。なんか次のターン一発ぐらいで死んじゃうとかね、そういったこと、一発ぐらいで死んじゃう HP の状態で全員生き残っている、それだけじゃ意味ないんですけど、そういったことがない限りね、これはいけますね。あと実際バラモスがどんぐらいの HP あるかとかですよね、耐えてくるかとか。こっちの回復の MP がなくなったらって考えるとゾッとしますけど、多分それまでには倒してると思うんですよね。下しすぎですかね、バラモスを。見下すも何も一回も勝ってないっていうね状態なんですが、途中からエンカウント少なくなりますよね。あそこの階段あたりからエンカウント低くなってんのかな、ここの上の部分、お城の上の部分。来た来た来た、何回来てんねんって呼ばれてるっていうね、何回来て何回目の前で全開して何回戦ってんじゃんっていうね。お前このセリフもう何回言わせてるんだっていう NG シーンみたいな感じですよね。テイクなんとかとかね、一回ハマっちゃうともうやばいですからね、あれは。で、装備を魔法にしてと。はい、これで完璧ですね。ご視聴いただき本当にありがとうございます。次回バルモス倒します。デッシーでした。失礼します。